持ちします。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。機関ファンタジー始めていきましょう。バージョン3になりました。今回このキャラオリジナルキャラクター登場です。ネガティブ思考の持ち主だそうですね。どんな感じになるのか。そうですね、まあいつものキャラクターですね。この辺はヒトアリアに来るまでの記憶がなく、どの聖典にも書かれてない謎の人物、気になりますね。一緒に頑張りましょうね。なんだろう、チアですね。もぐもぐ、クリスマスです。あ、危ないよ、この格好はやばい。クリスマスキャラクターピックアップ召喚第1弾。さらにクロスキャラ、キララとランプが入れ替わってるんですよね、格好が。3周年ということで感謝祭です。中野あずさです。レベルアップ80以上が求められますので、まだアップできない。まだ71段もならんくは。重くなったのかな。覚醒なんてあるよな。はい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 、これは変わらない。一緒ですね、別に。最大覚醒分チケットと交換。ひとまず、ポイント召喚って何？とりあえずこれをやりましょう。10回無料召喚。星4以上が出てきません。最後まで出てこないんじゃないのこれ。さあ、これが星4以上だ。星4だなあ。お、これも星4以上。さあ、どうだ？9が緑。
ダイは覚醒です。とっておきレベルは上がります。中野あずさです。親がジャズバンドをやっていた影響でギターを始めました。すみません。助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。憧れます。さあこれでゲスト行きましょうか。お、なんか言われますね。メインクエストは相変わらず1/2。1部と2部があって、今1部が1/2ですね。しばらくは続きます。クラフトクエストが新しく加わった。なんだろうこれ。お、キルミーベイベーか。これは前からあるクラフトですが、お、ランプのクエストですね。ちょっと気になります。なのでランプを遊んでみたい。その前にこれだけなんですね。ってことはまだイベントクエストはないので、ひとまずランプの物語を行ってみましょう。一節。おお、すごい。ここは横にいます。ヤスナが。なんとか倒せた。キララさん、お疲れ様でした。これで頼まれてた魔物退治が終わりましたね。これフルボイスか。連戦でしたけど、お疲れじゃないですか。さっきの魔物もかなり手強そうでしたし。ありがとう、ランプ。ちょっと疲れたけど、まだ大丈夫だよ。最近は魔物の退治を頼まれることも多いし、私にできることはしないと。本当は、もっとキララさんの負担を減らせればいいんですが、私がもっとお役に立てれば。ランプ。優しい。そんなことないよ。ランプはいつも私のこと助けてくれてるよ。ほら、私が石化しちゃった時も助けてくれたじゃない。石化、そんなことあったよ、ね、あの時ですね。確かフェンネルが来て、あの時ランプがいなかったら大変なことになってたと思う。キララさん、あら。でもあの力が使えたのは一度きりですし、まぐれですよ。そうかな。ソラ様の呪いも解いたし、実はランプってすごい魔法の才能があるのかも。神殿で修行しているうちに開花しちゃったりして。才能、修行。あ、キララさん、それですよ。私、用事ができたのでお先に失礼します。うん。あ、急にどうしたの、ランプ。で、私に修行をつけてほしいと。はい。キララさんがあれだけ苦労しているのに、私はいつも見ているだけです。もしあの力をちゃんと使えるようになったら、きっと
のお役に立てると思うんです。キララの役に立ちたいか。いいだろう、特別に修行をつけてやる。ありがとうございます。しかしこれまで指導してきた限り、ランプに魔法の才能があるとは思えない。だが石化を解いたのであれば、それは魔法の力に違いない。もしかするとランプには魔法は魔法でも、よし、可能性にかけてみるか。友情の魔法かな。ランプ、魔法の一つに媒介を使用して力を引き出す少し特殊なものがある。知っているか。いいえ。一般的にはそれを錬金術という。あー、なるほど。魔法でありながら技術に左右される要素が大きい。錬金術。一般的な魔法とは少々異なるが、錬金術であればお前にも扱えるかもしれない。お前が望むのならば教えてやろう。はい、私頑張ります。アルシーブ先生、よろしくお願いします。やる気と強い覚悟に満ちているな。友人のためという思いはここまでランプを動かすか。良いことだ。これを機に聖天学以外の学科にも興味を持ってもらおう。ああ、徹底的に叩き込んでやる。至極。毎日朝から晩までみっちり錬金術の修行だ。錬金術を体得するまではしばらく聖天学の勉強はお預けだな。え、朝から晩までみっちり指導、うん、他の科目はお預け。でも息抜きも必要ですよね。うん、そんなものはない。 たまには聖天学もやってみたいな。お、なんて本音ってそうなの。ほう、息抜きに聖天学か。甘えたことを言うな。あら、さっきの覚悟はどこに行った。口だけではなかったはずだ。すみません、覚悟はあったのですが、いざ徹底的と言われてしまうと。その、どうやらお前の甘えた根性は徹底的に叩き直さねばならないようだな。ならば一週間聖典禁止を命じる。休憩中も読むことは許さん。聖典を禁止、一週間もですか。ああ、それ以外の時間は常に錬金術やその他学科の勉強に充てる、うん、食事中もだ。どうかご慈悲を。聖典なくしてクリエなし、死んでしまいます。死ぬかよ。甘い、一週間くらいで死にません。なんで死ぬんだよ。こうしてアルシーブ先生との地獄の特訓が始まったのでした。そうなんだ。さあ、キャラクターをレベル100にしないとこれは3位先へ進みません。あとはなんだ、学校暮らし、クルミ沢、いや、クルミですね。寝不足の理由、これもまたおそらくフルボイスなんでしょう。さすがに体きついな。ちょっと寝なきゃダメかな。おお、くるみちゃん、大きなあくび。ゆき、起きてたのか。うん、いい天気すぎて目が覚めちゃって。あ、おはようございます。お二人とも早いですね。キララちゃんもおはよう。よ、キララ。今日はみんな早起きだし、たっくさん遊べるね。ねえねえ、何しよっか。
したの、くるみちゃん。ああ、悪い。実は今日は里の見回りする予定でさ。最近魔物も増えてるみたいだし、仕方ないだろ。そっか、くるみちゃんは今日忙しいのか。ねえ、キララちゃんは？私は大丈夫ですよ。よし、それじゃあ他に遊べそうな人集めてくるね。ああ、転ぶなよ。ユキさん元気いっぱいですね。ああ、いいことだな。さてと、私は昼の見回りまで少し寝ようかな。あの、くるみさん。ん？どうしたんだ？昨日ちゃんと寝ましたか？ん？あ突然どうしたんだよ。くるみさん、正直に答えてください。昨晩も見回りしてたんですよね。バレちゃってるか。そうだよ、夜通し見回りしてさっき帰ってきたとこ。なんでそんなこと。なんでって決まってるだろ。少しの危険でも取り除いておきたいから。里は平和な方がいい。それはそうですけど。私のやってることが迷惑ってわけじゃないんだろ。もちろんです。見回りをしてくれてとっても助かっています。ならよかったよ。心配してくれるのはありがたいけど、私は大丈夫だからさ。だからあんまり不安そうな顔するなって。わかりました。でも絶対に無理はしないでくださいね。ああ、わかってるよ。無理はしない。おーい、キララちゃん。ユキ。みーくんとリンさん、今日はお勉強だって。朝ごはん食べたら二人で遊ぼう。あ、はーい。それじゃあ私行きますね。ああ。悪い、キララ。無理しないなんて私にはできない。だってこっちの世界に来てから、ユキもリーさんもミキもみんな楽しそうなんだ。この平和だけは絶対に崩しちゃいけない。なんか重いですね、やっぱり。時間がかかってる。ようやくつながった。うん、まずにはもう使い切ってるから。多分これでできることはもうないってことですね。クラフトクエストはどうだ。キルミーベイベー、行ってみましょう。すごいな、ここ。オリベヤスナですね。ひとまず今日はみんなでお出かけだね。こういうの苦手なんだけど。
と大丈夫。味方の炎、みんなの力になれますように。これでどうです？サポートします。今は我慢の時だね。倒した。手加減しませんよ。うん、さっさと片付けるよ。ガンガン攻めるよ。どうかな？聞いたかな？カメさんになれ、カメさんになれ、カメさんになれ。まだまだこれからだよ。覚悟して。残り1体になった。うまくいくといいんだけど。どうかな、聞いたかな。カメさんになれ、カメさんになれ、カメさんになれ。もう大丈夫です。きっと大丈夫。私も協力するよ。行こう。行くよー。ビッグウェーブだ。トロピカルビッグウェーブ。いいですね。当然の結果だよ。やっぱりコネクティングにも時間がかかってる。完了報告はできるようになった。あとは辺もクリアしてるんで、これで混雑してるので、終わりたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。